超借金大国日本、無責任な政治家や国民だらけの日本、そしてリーダー不在の日本。あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか？日本を再興しよう、チーム日本とともに。この日本を変える主役はあなたです。チーム日本キャプテンの田中康夫が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズをプレゼント。この種を育むのはあなた。お待たせしました。毎週土曜日夜10時は日本全国日本最高、進行役の私田中康夫でございます。前回と今回は2週にわたって、まさにですね、脱ダム宣言は脱無駄宣言、日本最高へのシーズは九州の熊本県へと出かけておりますが、まずはこちらの日本の借金時計、もう皆様十分ご存知のように1時間に66億円も借金、そして1週間に1兆2000億円近くも借金を続けている。さらにはこの間のなんちゃって補正予算では15兆円もですねばらまき、しかもその中の半分のですね、8兆円近くはですね箱物公共事業というわけなんでございますね。そして今回お届けをいたしますのが熊本県の荒瀬ダムという、まあこれから作るんではなく、すでにですねもう昭和30年代の最初に出来上がっていたダム、そしてこのダムを前任の塩谷芳子さんという知事は、脱ダム宣言をさらに先に行く廃ダム、ダムを壊すことこそはですね大きなゼネコンでなく地域の人々に確かな雇用と活力を生むことであり、そしてさらには環境だけでなくですね様々な漁業農業をはじめとするですねものへと福音をもたらすと述べていたんです。ところがなんとその後のですね熊本県知事の樺島郁夫さんは、ダム壊すお金がないもんって言ってるんですけど、なんと皆さん、このダムを壊しましょうというのはおそらくは支給派の方も少なくないかもしれない熊本県議会の議決も経ている内容なんですね。ということでこの八代市球磨川の、地域の方々のところへ現場主義で出かけてまいりました。出かけてみたらさらに奇怪な事実がですね様々出てきた。今週も京都大学名誉教授の今本博武さんと一緒にお届けをいたします。脱ダム宣言は脱無駄宣言パート2、とくとご覧くださいませ。脱ダム宣言は脱無駄宣言、天草諸島に別れを告げてフェリーボートで今本博武兄弟名誉教授と一緒にですね対岸の八代市へと向かいました。今回ご案内をいただくのはですね地元の鶴翔子さん、もともと薬剤師でいらっしゃるんですかね。本当にものすごく学習してらっしゃって頭が下がる思いです。今回私が出かけました八代市、美味しい鮎が取れることで有名、もう日本三大急流の一つでもあります球磨川、ここにある荒瀬ダム、もう昭和30年代の最初からある、これは熊本県営ダムであります。ところがこのダムがあることによってですね水害が生じて50年以上も苦しんできたというのですから、ただごとではありません。そして塩谷芳子前任の知事はですねこのダムを壊しましょうという脱ダム宣言の先を行く廃ダムを決定しました。ところがなんと東京大学のですね名誉教授である政治学の権威川島郁夫現知事はダムは撤去しないと述べたんですね。あれれ、壁川ダムはですね国は作るなっておっしゃってですね地域の反乱というふうに新聞紙上では大変に褒めそやされた知事なのですが、そして天草ではロギダムは逆に作ろうと言ってたんですね。そしてこちらのなんと荒瀬ダムはお金がないからダムは壊せないと言ってる、本末転倒です。さて鶴さんに案内されて最初に向かったのは広大な面積を持つ球磨川の河口の干潟であります。川は見えませんけど、見えるときは温泉までかすかに見えてるのが温泉が見えます。このかつて干潟はダムができるまではですね大変に豊かな干潟、
多くのアサリもたくさんあったと。しかしこのダムが出来上がって以来ですね、本当に水は荒れ、赤潮が出て魚介類も多くですね取れなくなっていってしまった。ですからこのハイダムをですね、多くの漁民の方だけなくて地域の方々もですね、小さな子供でも望んでると。これは河口近くにある球磨川堰であります。こんにちは、どうも、お父さんです。実はこのアユ、非常に有名な球磨川のアユ、ダムができて以来ですね、稚アユがですね遡上をするための漁道というものも設けてある。しかしなかなか遡上をしてくれないということでですね、わざわざこのために大変な費用をかけている。以前の100分の1しかですね遡上してくれないということなんですね。そしてこれがダムの上に放流船、ダムの上に放流する、はい、だからなければずっと上がっていくってことね、はい、この川をここから上がっていくってこと、自動的に登っていくんですよ。というわけでですね、ダムがなければ必要のないこの稚アユのわざわざの放流作業、発電による利益は1年間に2000万円、ところがこのアユの放流に投じているお金が5000万円というんですから、小学生でもわかるお話です。すいません先生、勝手にまた訪れて申し訳ない。さて続いて合流をいたしましたのは、公共事業に関しても積極的な発言をしている松野信夫参議院議員。この頃はその、昭和28年から地元の方々も加わってですね、鶴さんに説明を改めて受けました。観光で潤うとか電気代がタダになるとか言って村の人もみんな協力したんですこんな電気代タダになるんですか。で夢のダムでみんなが協力して、誰も疑問持たずにできたのがこの荒瀬ダムです、うん。昔はこんな4つの説明、電気代がタダになる、漁業が盛んになるって言われたんですね。観光客が増える、洪水がなくなる、まあ、この辺りは昔は言ったかもしれません。しかしこんなことは全くの非現実的だったということがバレてしまったんです。でそのダムができた後、水害ってのは どういう意味で、洪水の時に土水がこう、どんどん始まりますよね、大雨で。その前にこのダム湖の水を落とせばいいんだけども、やはりやっぱそのままで維持していくんですね、うん。そしてもう上の瀬戸石一部沢がもうボンボン放流、上との連携取りながら放流しだしたら、それに合わせてという形で、だから下流域の人たちはそれに対応がしきれないんです。急激に水位が上がるから対応しきれないんですね。まさに治水のためのダムが、この放流のですね作業によっては逆に洪水を引き落とす、このことは新潟県の刈谷田ダムというところでも数年前に人命が損なわれるような現象が起きました。そしてダム湖に溜まっていた土砂が突如流れてくるのに、このように汚泥が堆積してしまう。かつてダムがない頃にですね、水が増水をしてもこのように土砂が流れてくることは絶えてなかったというふうに地域のお年寄りは一様に述べています。そしてですね、なんとゴミまでやってくる。ダム湖に溜まっていたものがいっぺんに流れてくるので、このような流木にとどまらないものがですね、地域を埋め尽くしてしまうというわけであります。ダムができたらなぜゴミが増えるんですか。どれですか。ゴミが随分増えてましたね。ヘドロが増える、流れてきた、これは分かります。ゴミそのものの量が増えるの、あれはですね、はい、通常的にですね、やはりやっぱこうゴミが流れてるんですね、はい、それは取ってですね、はい、ダム湖の周辺の中に置いてあるんですね。なるほど、はい、そしてですね、はい、それを、はい、徐々に除去してるんですよね、どっかにこう持っていって。しかしそれはもう例えば大型のダンプあたり持ってきて一気にそれをボンと運ぶというようなことをしなくて、まあ、徐々にやってるもんだから、そういう大量の雨が降った時なんか、そういうのまで流されてしまうんですね。わかりました。ああ、なるほど。普段は、まあ、ダム、ロープを張ってですね、流れてきたゴミをすくい上げて置いておく、それをどっかに持っていっとけばいいのに、川のそばに置いておくもんだから、洪水のために。
連日の視察でちょっとねむっつりしてんじゃなくてちょっとあの私お眠な状態に早くもなっていたんでございますが、いやご飯が出てまいりました。これはですねもう球磨川名物の鮎の甘露煮のですねお弁当で、これは JR 九州のお弁当大会で連続1位だそうでございます。さていよいよ目的地荒瀬ダムです。建設されて55年、このダムをそのまま放置するのか撤去するのか、パラダイムチェンジが求められているというわけであります。下村さん、はい、よろしく。ここをですね、だいたい雨の降るたんびに残った水を放流いたします、うん、はい、放流の時ここからね、ゲートを開けて放流しますけれども、うん、その放流によってですね、うん、騒音はもちろんですが、うん、振動を起こしてですね、壁なんか亀裂が入ります。それが30そのダム湖の貯水の重さでじゃなくて放流時にってことで、ここの地域はそういうことで33種体ある、うん、ありますけれども、うん、ほとんどその被害を受け取る、30年代40年代ですね、その後護岸にあの十字ブロックを入れたことによってですね、少し緩和されましたけれども、やっぱり寝られん夜が年間に何十日あります。放流がですね、それはもうでも昭和29年に作って、はい、そうです、もう直後からということですか、はいはい、どこに落ちて音がするの？水がぶち当たるわけですよね、そうしたら滝のようなザー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 と言うた音が出る。でこれおそらく設計がちょっと悪いですね、河川工学の権威の今本名誉教授、このダムは設計が悪いと一括。そしてなんとダムができてからですね、もう44年も経ってから魚道が整備されたというんですが、実はアユもこの魚道を登ってくれるとは限りません。ダム港にたまたまアユは登ってもですね、ご承知と思いますけれども、流速がないとですね、方向性を失うわけですよ、アユは。だから登ってもアゾンドはで、アユも鍛えられないんですよ、こういう水じゃ。それでこのダムを塩谷義子知事は廃ダムをするって言ったんですよね、はい、で今の知事はなんでこれは廃ダムは撤回しちゃったんだっけ。要するにダムを修繕して残す場合の費用と、ダムをぶっ壊す費用と比べたらぶっ壊す費用が高いと。要するに全くその費用の面で、でも費用はこれをずっと保ち続ける維持修繕とか管理費用はずっと未来かかるわけだもんね、はい、不思議だね。だって今まで治水とかは金額の話じゃないと、あ、ね、安心の話だって言ったのに、皆さんはこれがあることが逆に安心じゃないのにね。そうです、塩谷さんの時にはね、壊した方が安くできると。ただそれにちょっといちゃまんをつけてね、いやだからそれは役人が作る計算式というのはいくらでもそういう具合なんです。私も脱ダムをした時にはダムをやめたら損害賠償がいくら来ますなんて根拠のない話を公然と役所の人ってのは書いてくんの。だからどれを見抜く力を、リーダーにはどれを見抜く力があるかってことが大事なんですよ。そうそう、ね、いろんな意見がある、いろんな意見があるけど、リーダーはやっぱりどれが真実かを見ないと。これがゲートが8つあるんですね、はい、その巻き上げ機が今半分ぐらいもう交換してあって、残りの半分を今からあのするんです。その費用なんかも考えたらもうどうかなと思うんですけどね。だって昭和29年作ったんでしょう、だからこれはもう抜本的な補修をしなきゃいけない時期に入ってるわけ、はい、もうだからそれを言うと55年ですからね、はい、朝からその河口からずっとあの上流を登ってくる形でご覧になって、で住民の方の説明もお聞きになって、でこの荒瀬ダムについてはどういう印象を持たれましたか。いや実際に地域に住んでらっしゃる方々がですね、大変にこの生きてる川と
というものを人工的に操作することでどういう弊害があるのか、それをその実体験だけでなくですね、極めて勉強なさって腑に落ちる説明をいただいて、大変に住民のまず意識が高いなということに改めて感銘を受けました。そして私は脱ダム宣言は脱無駄宣言と言ってます。で、塩谷義子前知事はですね、脱ダム宣言のさらに先を行く廃ダムと、つまり建造物もとりわけコンクリートはですね、数十年の単位で朽ち果てていくわけですよね。そして多くの住民の方がこのダムの放流で壁まで崩れるという時に、ダムを壊すということも環境のためだけじゃなくて、それこそですね、地域の土木建設業の人が従事できるその地域にとっての望ましい公共事業でもあるんですよ。でこれは脱ダム宣言は、私は7割国が県営ダムでも国営ダムでもお金を出しても8割のお金は東京や大阪の巨大なゼネコンに行ってしまう。地元は3割お金出しても2割しか地元にお金が落ちない。巨大な公共事業こそですね、中央集権の召し上げ型だと、それを地域密着に変えなきゃいけないって言ったのが、私が護岸の補修をしよう、川の浚渫をしよう、上流の森林整備をしようなんです。でもその脱ダム宣言のさらに先を行くですね、21世紀の画期的なですね、環境を超えた公共事業の在り方を前任の塩谷知事は示された。それが廃ダムであって、それをこのダムを壊す費用よりもこのダムを維持していく、このダムを維持することの方が安上がりというけど、未来永劫これはもっと朽ち果ててってお金かかるわけですよ。だから今までの右肩上がりの発想、それを大転換しようということを前任の知事がおっしゃったとするならば、よりその数字に基づいた政治をですね、世界的見地で研究されてきた方こそはですね、その塩谷さんのですね、意思というものをより発展させる、私はですね、新たなリーダーとしての責務があると思ってます。国交委員としてのお立場で、はい、お尋ねしたいんですけれども、はい、蒲島さんがここを撤去凍結した理由の一つは財政がありました、はい、お金がないから、お金ができたら撤去したいんだけどということも言われてます。でダムを作るときには国から、田中さんもおっしゃるように、7、8割の補助があるのに、壊すときにはないと、でそれが問題だというふうなことになってますが、その点については、お金は作るものなんです。借金をするんじゃないんです。手前味噌ですけど、私財政破綻の長野県で6年連続借金を全国で唯一減らしたんです。6年連続毎年黒字財政にしたんです。そして入札を、談合続きだった入札を八掛けというですね、 99% の落札率を八掛けというところにまで全国で一番低くしたんです。2割のお金がそこで生まれるから、小学校30人学級も6年生まで全国で最初にできたんです。だからお金がないとか、お金がないから福祉や医療を大阪のように削るんじゃなくて、知恵を使わなきゃいけないってことです。で知恵は十分に、ここの知事はおそらく全国の知事でも有数の知恵をお持ちのはずです。ぜひそれを活用していただきたいと思います。お金がないから古いダムは壊せないけれども、お金がなくても天草にはロギダムという皆が反対しているダムを作るという、2回にわたって奇怪な熊本県政のお話をお届けしましたが、まあ、道路に関しては、例えば都会に住んでる人がそんな道路いるのと言っても、例えば地域に住んでる人はいや欲しいんだという場合もあります。しかしこのダムの問題に関してはですね、かつては地域の人がダムを欲してるんだと言っていて、都会の方々がダムはいらないんじゃないと言ってたのに、この間起きてくれることはですね、地域の方々もダムは百害あって一利なし、地域は儲からんと言ってます。中には地域の中でいやいやまだダムが必要だと言ってる方がいますが、これは、番組の中でも申し上げましたように、国が7割お金を持ってくれるから作らないそんそんと言っていても、中央の東京や大阪のゼネコンに8割のお金が戻ってくるんだから、地域は持ち出しで蘇葉町の時代と同じだと、このことをですね、多くの地域の方々も分かるようになってきた。この球磨川の流域の方々も川辺川の方々同様に大変にですね、熱心に、そして地道にですね、この問題に取り組んでいる。このことがですね、地元の新聞やテレビも大きく扱っている理由かと思います。私、この今本博武教授、名誉教授と一緒にですね、5月の31日には長崎県の川棚町というところの石木ダムという、これも流域の
水のですね9分の1しか制御できないのに作ると言ってるので、地域のおじいちゃんおばあちゃんがもう何十年にわたって反対してる、ここの場所に行きましてですね、思わず感激のあまり抱きつかれたりしながらも集会を開きました。そして大阪府においてもなんと堺市で牧尾ダムというこれもまた奇怪なダムでございまして、国のダムはいらんぞと橋本徹知事は言ってるんですが、そしてお金がないから福祉や教育は切り捨てるぞと言ってるんですが、府営のこの牧尾ダム堺市のは作るぞと言い続けています。ちなみに樺島郁夫知事にぜひともお目にかかりましょうというふうに秘書課長を通じて今本名誉教授と述べていたのですが、5月も忙しい、6月も忙しい、最終的にはダムよりも大事な問題がなんと11個も県政には山積をしているので、お目にかかる時間は30分たりとも取れませんという秘書課長から最後通告までいただいてしまいました。本当でございますか、いつお聞きしたのですかと言ったら、いやー知事は忙しいので秘書課長の私とてですね、この2日間は直接お目にかかってご連絡を取っていませんというので、なかなか地方自治というのは難しいかなという気もしましたが、いずれにいたしましてもこの奇怪な日本を変えていく脱ダム宣言は脱無駄宣言、2回にわたってお届けをいたしました。ジャーナリスト有田芳生がその鋭い視線で洞察力で日本の負を徹底リポート。明日の日本へ向け問題を探り再考する。ここは東京板橋にある地域センターです。今から第8回の有田塾を開催いたします。今回の講師は蓮池徹さん、テーマは拉致問題についてです。蓮池さん、今日はどういうお話を語っていただけるんでしょうか。そうですね、拉致が明るみに出てからもう7年目に入りまして、全く進展がないということで、まあ、その辺の背景、原因、その点自分の考えるところをお話しさせていただきたいと思ってます。それでは今から始めたいと思います。どうかよろしくお願いします。第8回の有田塾を開催させていただきます。先月に引き続いて北朝鮮問題について、お話をしていただきたいと思っております。夫たちは24年間、まあ、北朝鮮にいたわけですけれども、まあ、最初は弟、学生でしたので、学校が始まるから早く返せと、人権蹂躙だとかって言ったそうですが、日本から助けに来る気配すらない。そしてたまたま一緒だった千村さんたちと一緒にこの地で生きようということを決心したんだそうです。そして言いました、北朝鮮で生きるためのプラス思考は日本へ帰ることを諦めること、それは変なプラス思考だなと私は言ったんですが、やはり北朝鮮で生きていくにあたって日本に帰りたいなどと思ったらもう死ぬしかないんだというふうに語っております。ご存知の通り10月15日に5人をあれ日本に帰ってきたんじゃないの、拉致会社5人を使って施設団のように送り込んできたんです。彼らは日本に行って2週間ぐらい親孝行してこい、そして知人や友人や親戚を北朝鮮に来るように仕向けてこいと、そういう重たい荷物を背負わされて日本に来たんです。大きな軍事力で小国を圧倒するような米帝は許せない、そしてそれに追随するような日帝も許せないと、そういうようなことを盛んに口にしていました。そして日本政府が作った被害者の肯定表にお土産の購入があった、購入というのがあったんです。つまり北朝鮮に持って帰るお土産の購入ですね。そういうスケジュールを組んでいるのを見てもう絶対に戻すもんかと思いました。私たちは必死になって彼を止めました。昔よく行った温泉に行きまして一緒に風呂に入って脅してやりました。もう戻しても戻っても今までみたいな暮らしはできないぞと、逆に責められるかもしれないぞと。彼もそういう故郷の風景とかいろんなものにもうものを肌に感じたのかもしれません。今日帰るという日の朝になって私の寝ている枕元に来て、俺は日本に残る、子供を呼んでくれと、まあ、私は
夢のような気持ちがしました。弟にすれば親を取るか子を取るかのその究極の選択を迫られたんです。弟は両方取りたかったんです。その可能性が残されているのは非常に少ないけれども 1% 程度かもしれないけれども日本に残ることということで決心したそうです。世の中に中山さんと安倍さんが一緒になって弟たちを止めたという美談がありますが、あれはまあ半分いや7割5分ぐらい嘘です。止めたのは我々です。安倍さん中山さんも約束を守ると、あの中山さんが言ったんです。約束なんだ、戻るのは約束なんだって言ってたんですね。しかしまあ5人の総意ということで日本にとどまるということを決めたわけです。そしてもし日本政府がそういう方針を出さなければ5人がいくら日本にとどまりたいと言っても約束ができているわけですから、日朝間で戻らざるを得なかったと思うんですね。しかし当時の福田官房長官から日本にとどまるということを日本政府として、まあ、決定したというようなステートメントが出ましたので、弟たちはそれを頼りに日本にとどまることができたわけでございます。もしその一刻をして5人を日本国内に送って日本の世論を沈静化させれば国交正常化に行く道が開けると、まあ、そういう政治決着が失敗してしまった。その中で外務省は北朝鮮に対しては約束をして日本の国民の皆さんにはそのような約束などないと、そういう二枚舌を使ってきたわけです。まあそれは本当にひどいことで、やはりそういう二枚舌を使うってことは国民の信頼をなくしますし、北朝鮮側とのその信頼関係というのもなくしてしまう。まあそれが一番いけないことだというふうに思います。北朝鮮による拉致問題について蓮池透さんから詳しくお話を伺いました。これまでマスコミに出てこなかったような問題、あるいは政府が語ろうとしなかった問題、拉致問題がいかに深い問題を抱えているかということがよく分かりました。私はこれからも拉致問題解決のために全力を尽くしてまいります。日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けています。このままではあなたの子供や孫、未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります。チーム日本と共に立ち上がりましょう。日本最高の主役はあなたです。あなたの一票で日本が変わる。